整数の性質5番、今回は素因数分解の活用2番を一緒に学んでいきます。さあ、こんな問題です。92でできるだけ小さい自然数 N をかけてある自然数の2乗になるようにしたいと、 N はいくつにすればよいかという問題なんですね。はい、ポイントはある自然数の2乗にしたいよと。で、ここです。できるだけ小さい自然数をかけるということなんですね。じゃあちょっとね、復習なんですが、ある自然数の2乗、ここからちょっと見ていきましょう。例えばみんなさ、何かの2乗になっている整数って何か見つけることできます？まあ例えばさ、これ例ね、36、これってある整数の2乗になってるんだけど、みんなわかるかな？これっていうのは6の2乗になってるの。でね、この36、ちょっと素因数分解してみるとね、ある自然数の2乗になっている整数っていうのはこんな特徴があるよっていうのが見えてくるわけ。じゃあちょっと見ていきましょう。36を素因数分解すると、はい、2233ってなるのね。そうすると同じ数でさ、ペアが作れるようにちゃんとなってんですよ、このある自然数の2乗っていうのは。はい、2と2っていうペア、2の2乗だね。3と3というペア、まあ、3の2乗だね。はい、だから36をさ、素因数分解するとね、2の2乗、はい、22っていうペアを作れる。そして33というペアを作れる。こんな風になってんの。だからちゃんとさ、2乗2乗になってるから、これ 2×3 をして2乗、つまり6の2乗で36って、ちゃんとね、36っていうのは6の2乗、ある整数の2乗になってるよっていうことが分かりますよね。はい、ということでポイントは、ある自然数の2乗になっている数というのは素因数分解すると同じ数でペアを作れるということなんです。はい、じゃあ今日の数字は90ですよね。じゃあ90素因数分解していきましょうか。はい、90素因数分解すると、はい、2でできる、これ2でできないね、はい、3でできる、はい、3でできると。はい、ということで90素因数分解すると 2×3×3×5 になるよね。はい、そうするとね、ペア作れるものってさ、ここだけじゃん。3はさ、同じ数でこうやってペアを作れるから、ちょっと順番変えるけどさ、3の2乗かける2×5、もう3の2乗は OK だよ、もうペアできたから。問題はここじゃない。2も5もペアがいない、かわいそうだねって。別にかわいそうか、かわいそうかどうかはね、人それぞれですがね、ペアできてないわけよ。だから90っていうのはある自然数の2乗にはなってないよね。ある自然数の2乗ならこんな風にペアペアができて、こんな風な形になるわけよ。なんとかのペア、なんとかの数字のペアってね。これは3の2乗しかペアができてない。はい、そこでこのね、90にある数をかけてある自然数の2乗にしましょうと言うんでしょ。ペアをさ、かけてあげればいいんだよ。ペアになるようにある整数をかけてあげればいいの。ね、はい、そうするとどうしたらいいのかっていうとさ、例えば2のペアを作るために2をかけてあげれば2と2でペア作れるじゃん。はい、で5のために5をかけてあげれば、はい、5と5でペア作れるじゃん。ね、はい、ということで何をかけてあげればいいのか、できるだけ小さい自然数をかけてあげればいいという時は、このペアができてない数字をかけてあげてやれば、ある自然数の2乗になりますと。はい、だからもう答え出ました。 N は、はい、何かけたの？ 2×5 をかけたんでしょ。ってことは 2×5 は10ということで、はい、10が答えになりますと。はい、ちなみにさ、何のね、
自然数の2乗になったかっていうのも出せるよ。はい、これ計算するとさ、3の2乗かける、はい、2はちゃんとペアできて2の2乗、はい、そして5の2乗だよね。はい、そうするとこれって全部ほらペアができた、ペアができた、ペアができた、この形になりましたよね。はい、何の2乗になってるのか、 3×2×5 の2乗と書くことができます。はい、そうすると 3×2×5 は30だね。30の2乗になったってことよ。はい、ということで今回は素因数分解の活用2番を一緒に学んでいきました。